こんにちは、荒獅子男之助です。今日は初代林家三平師匠で相撲風景です。相撲風景ですか。いや、これまた初めて聞く話ですね。なんだろう、古典なんでしょうかね。全然想像つかないや。年代から三平師匠の落語を想像しろっていう方が無理っていうか、全部聞いても断片的にしか聞けてない感じがするっていうか、まあそこが魅力なんですけど、落語が面白いっていうよりかは、落語している三平師匠が面白い感じ。昭和の爆笑王ですもんね。じゃあまた後で。厚く御礼を申し上げます。TBS ホール満員のありがたいお客様で、本当に、我々出演者一同幸せでございます。写真を撮ってくださってる方いらどうもありがとう。じゃあポーズをつけますから、まあ、いろいろありがとう。今年は坊ちゃんの前ですけど、いろいろ今年の秋を振り返ってみると、今日は早いもんで11月3日、今年の秋の映画会を振り返ってみるといいのがありましたな。母さん、僕のあの帽子どうしたんでしょうね。おまま、Do you remember me? 大変、これだけの英語をおじさん覚えるのは大変な騒ぎ。あれはすぐ覚えました。やつはかな。もちろん怖がる、避けることはないんですけど、いろいろ大変で、まあいろいろございましたけど、まあ今年はいろんなことありまして、まあ大変だったですな。今年はあの船がどかニュージーランドのあのとこで、あのね、怪獣を釣り上げて、怪獣が写真でこんな顔して、若旦那なんか、まあ落語研究会の方で、三平は古典ができないんじゃないかなんて思っていや、まあ若旦那聞いてください。私はこの間ここで源平盛衰記を40分やってみんな寝かしたことある。今日は寝かせるのを止められておりますから、今日は相撲風景を、まあ相撲風景はちょこっと出てきますから、お聞き逃しのないように。あそこうろうろしなきゃ帰っちゃダメですよ。その方帰っちゃダメですよ。帰ると機動隊を導入しますから、これから面白くなりますから。それであの怪獣がね、大変だったですね。だけどもう今になってみると、もう本当はああいう噂も立ち止まる、もう熱しやすく冷めやすいという。なんか面白いこと言ったらすぐ笑ってくれます。こうやったら笑うよ。お願い、大変でございます。本当だからもういろいろ大変、もう、どっかの村じゃあのね、沼がこう光ってんで、あれじゃネッシーが光ってんじゃないかって言ったら、いやハイシーの缶だなんて言う。まあ、それから今年は私が思い出に残るのは、夏と冬北海道へ、お嬢様参りまして、奥様の前ではあすけど参りまして、大変北海道 の大変だったと思いますよ。ね、火山が爆発したりなんかして、私は向こう行って、この火山が爆発したっていうのは本当ですかって言ったら、いやあれは嘘だなんて言うんで。大変だったですけど、まあ、北海道、富良野っていうところに行ったら民宿に北の宿っていうのはありました。北の宿ってどっから聞いたようなと思ったら、あなた変わりはないですか、仕事寒さが募ります、着てももらえぬセーターをそそみみれど寒さこらえて編んで。もう坊ちゃんの前ですけど、坊ちゃんお生まれにならない前、おじさんはもう本当レコード歌手だったんですよ。大変だった。定畜のサンバガラスって言われて、南春夫さん、石原裕次郎さん、それからおじさんが入った、その頃はもうよしこさんなんて歌はもう覚えてる方は半分になりましたけど、ご年配の方なんか覚えてる。よしこさん、これは奥様名曲だったんで大変だったですよ。もう本当にね、レコード大賞の候補になって本当にもう大変だ。もう本当、よしこさんこっち向いていいじゃないのさ、なぜ逃げるのさ、キスさんって、まあいろいろ変な歌で、あれが全国で7枚しか売れませんでした。
買ったのは全部親戚の人ばっかりで、去年のレコード大賞の北の宿っていうのは宮古晴美さん、うまいっすな。本当あの作詞はあれは研究しましたら総論文になってお手紙の文章なんだそう。あなた変わりはありませんか。あなた来てもらえぬセーター大久田総論、私は女心切なく編んでいらっしゃいます。この寒さを避ける、まあ寒い北海道、本当に寒い。私なんか北海道行って今年のお正月あんまり寒いんで電気サルマだっていうのを買ってきました。電気サルマニクロム線が入ってコードが差し込みができるようになる。これはまあいい話ですよ。まあ聞いてくださいよ、コンテンポッちゃん、これはすぐ分かる話で、まあ私はもろに入っちゃってコードがあって差し込み入れなきゃよかったって言ったら、故障してるんです、これが。まあ偉かったですね。知らない差し込みビャッとバリ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 、あ、ショートパンツだっていう。こちらからこちらちょっと笑いのこちら重点的にやります。こっちからこっちお休みくらい。去年そんなバカなことばっかり言ったら、周回平凡ってのは悪い出しですね。あれは三平の落語は進歩の後がないだな。そういうとこ手叩かないように、こうやったらね、わからんな、こんななって私はお稲荷さんじゃないですから、お賽銭をお願いいたしますけど、まあいろいろ大変、ね、もうだから本当ですよ、もう私もう本当に自分でも何を言ってるのか死に滅裂になりました。あ、相撲受けだ今日は。だからいろいろ大変、お相撲も、ね、もう本当に大変、本場所になると大変だから、お相撲の行司さんももう相撲受け入ってますから気をつけてください。2分前になっちゃったからもう大変、だからアメリカ行くとハワイ行くと英語でやってる人は東高見山なんてこと言わないですから、イーストサイドマウンティン高見なんて見合って見合ってのルッカットルッカット、水入りが一番難しいウォーターゲート。だから私なんかアメリカ行って英語で楽、林家三平なんて言いにくいですよ。林家なんかない、向こうにジャングルハウスとかなんとか。スリーガスが三平でね、まあ、いろいろ大変だから、もう蔵前の本場所なんか、まあ分かったんで聞いてください、大変、まあ、上着なんか畳んでる場合じゃありません。こんなうるさい落語家ありませんけど、まあ芸に自信がないからお客のことばっかり気になってしょ。いいお客様に、もう本当にもうだから大変、もうすごいですよって、わずかずもとれずみ北の海ほらさ和島、もう大変さ、一番になるとね、もう北の海和島ってもう蔵前や、もう本当本場所、もうすごいのなんの、もう本当もうじゃあ北の海しょうがないな、もうすぐもう風景入ってますから気をつけてちょっと今すいません、背の高い人がね帽子かぶったまま見てんだよ。のっぽシャッポ取れ、のっぽシャッポシャッポと、あれ取ったんだけど中に身がいっぱい詰まってたんだね。あの帽子どこ行ったんでしょうね。こういうとこにすぐ流行語を入れる、この頭の回転の良さ、我ながら感心する時もたまにはある。すいません、頭長いとこう帽子取っていた、頭ちょっと横にしていただきたいんですが、やいやいノッポシャッポ切れ、ノッポ頭が長いぞ、頭が長いのは生まれ血だ、半分切って懐にしまえ、頭切りゃ血が出ろ、血が出たら諦めろ、頭血世の中だ。すいません、頭長い人ちょっとこう横にしていただきたい、そう優しくしてくれればいいんですよ、あいつ頭切れたのって言ってますからね。どうですかこのぐらいじゃ、どうです、はあ、あよく見ます、わーって上がる感じで横にされちゃったんで、こっち側の人はね、すいません、ちょっと頭横にされたんでね、今までよく見えたんですけど頭が長いですよ、とく横にされたんでここに並んでる8人いっぺんに見えなくなっちゃったんですよ。すいません、頭は前の方へ方向転換を、私の頭逮捕じゃありませんよ、どうですかこのぐらいじゃ、どうです、あ、今度よく見ます。わじわっ、頼み、わーって上がる歓声なんて、眉毛こんだ人何も見えないでね。面白ござんすか、相撲は面白ござんすか、面白いござんすかって相撲見に来たじゃない、いや、さっきまで見えてたんですけどね、頭前にしたら何も見えなくなっちゃったんですよ。この人のおけつ大きいな。この人伸び上がってから前の方へピッと出てやるかな。頼み
さあ、すぐ帰ろう。さあ、なんだしてのまたぐらこむって泥棒。泥棒ったって何も取ったもありませんよ。あなたのまたぐらこむっただけじゃないんだよ。この内股のとこへな、罰則があったっての、公約が。頭つけて持っていっちゃったじゃないか。その声こっち書いてないな、汚いな。そうかと思うと前の人の帯を回しと間違えてこの、この輪島、この回しを取れ、北の海の回しを、回しを取れ。よせよ、帯が切れる、帯が切れるような帯をどこで買ってきた。角の呉服屋で買いました。いくらで買ったんだ。そんなこと言えませんよ。言えないうちはこの帯離さないから。まあ大変ございますよ。もう城内入りますとお嬢様もう夢中になっちゃいましてね、もうこっちは汗をかいて、この寒さに汗をかいて熱演でございます。もう本当だからパイプでね、こう巻きタバコ吸ってる人は、もう輪島輪島頑張れってやったって言ったら、ペッと手をはたいたと、このパイプの先が巻きタバコがピュッと抜けて、キャッと落っこって下のさじけ端巻きしているおじいさんの頭、ツルツルって滑って端巻きで使えてポッポ燃え始めちゃった。三平もお嬢様の今年満で32になります。数えるし52ね。このもう暑いところの演技なんかの大変、もう本当ですよ。おじさん怪獣じゃないんですよ、これは。おじさんが集まってる状態を演技力で描写してる。頼み、頑張れ、暑いぞ、今日の相撲暑い。暑いだったら、あのおじさんの頭ボンボン燃えてるよ。タバコの火借りようか。すいません、おじさん、タバコの火貸してないな。そうですか、さあおつけなさい。夢中になったら多分こうだろうと思います。お相撲見物でごゆっくりお楽しみを。三平師匠で相撲風景でした。いや、すごかったですね。相撲風景に入るのはあと残り2分だからって、いや、相撲風景ってそもそも尺何分ぐらいなんだろうね。いや、びっくりしちゃったな。蔵前国技館って懐かしいですね。私行ったことありますよ。もうまだほんと若い頃、プロレスとかね、あ、具志堅用高のタイトルマッチとか行きましたよ。でもタバコ吸ってよかったのかな。私はまだタバコ吸える年齢じゃなかったけど、吸ってる人は見たことなかったですね。お酒飲んでる人はね、たくさんいましたけどね。そっか、蔵前国技館ができる以前の江戸時代とかの興行の時に作られた話ってことなのかな。だったら辻つまうよね。野外でやってたかもしんないし。またゆるーいトークになりましたね。どうもどうも。それじゃあまた次回お楽しみに。